はい、皆さん今日もお疲れ様です。はい、これなんだ、ちなみに。いや、わかんない。何これ、これ何これ。俺はなしなし。これ、これ何これ、これフェッションフルーツ、ファッション、ファッションフルーツ、ファラファッションフルーツ。あ、ちょっと同じなんだろこれ。俺はなしなし。それなしなの。なしだ。ちょっとなんかこれ色が怪しいけど。はい、じゃあ、いや、色がちょっと。はい、お疲れ様。ブギチャじゃない。何してもブギチャ。はい、しゃ、はい、皆さん乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。これ美味しい。何これ、マンゴー。パッションフルーツって言った。パッションフルーツって言ったじゃん。このとろみって何。はい、来ました、来ました、ニコネコの MKM エレルフトです。遅いよ、反応が。え、反応が遅い。遅くないよ、いつもさ、エレルと MKM って言ったじゃん、でもさ、なんでなんか別格知ってるの。今日はね、紹介するアイテムがちょっとね、ミリタリーっぽい、ね、ミリタリーアイテムだから、ちょっとね、それっぽい格好にしてみます。あ、そうそうそう、はい、どう。あ、そしたら、あの、うん、今日は、うん、面白いものを持ってきたの。まあそうよね、今日はちょっとヴィンテージアイテム持ってきた。おお、みんな待ってると思う。ヴィンテージを好きな人たちはみんな待ってると思う。そうですね、じゃあ、好きじゃない方でも、好きじゃない方だけかな、これは。あ、うん、いや、どっちでもいい。これ食べた？いや、まだだよね。よ、お、何これ？よ、何これ？中また来ましたよ。おお、これなんだこれ？はい。なんだと思う？え、チーズハットグ。え、チーズハットグ。チーズハットグ。なんかチーズが入って、なんか一時なんか人気だったじゃん、話題になったじゃん。ああ、確かにね。それがね。はい、うんうん。最近なんかあちこちで買えるようになってるから、おうおう、やっぱ簡単にもう買って、うん、スーパーで買ってね、うん、簡単にもうチンして、うん、おお、二重のチーズハットグって書いてある、ね。なんか一時さ、うん、なんか結構人気、まあいろんなテレビ番組でなんかあのユーチューバーさんたちがね、なんか噛んだらビューッと伸びたりとかさ、そういうなんかチーズのね、はい、うん、それが一時、うん、人気だったんだよね。でも今、まあ、あちこちのスーパーにね、普通に置いてある。え、すごいね。なんかもう普通になんか食べたい。売ってるの？売ってる売ってる。普通に。だからこれはね、ババ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 バリューで買ったよ。ん？バリューで買ったよ。あ、バリュー？なんかさ、あれ YouTube とかであれ言ったらダメじゃない？あ、そうなの？わかんないけどさ。わからん。バツバリューで。ああ。分かった分かった、なんとなく分かった、ね、うん、そんな大きな大手のところで普通に置いてあるから、うん、おー、ちょっと気になる、うん、もうだから、うん、住んでいるところ近辺にね、うん、あるじゃん、あるある、だから食べたいなら、うん、行って買って食べればいいって、うん、分かった、すごく、すごくない？美味しそう、なんか食べていい？食べていいよ、でも何本入りなの？何本入り？これ、あ、めっちゃ入っとるよ、これ何本？1、2、3、マジかよ、あ、3本入りこれ、はい、マジかよ、うん、はい、食べる？いや、今日これ僕パンじゃないよ、全部食べてもいいよ。あ、ちょっととりあえず1個食べてみよう。はい、俺もちょっと食べてみる。はい、いただきます。美味しそうやね、でもちょっと見せてよ。はい、はい、これね、はい、来た、はい、これです。はい、じゃあ伸びるかな、はい、伸びるかな、指示が伸びるかな、はい、はい、いただきます。いや、はい、噛んで俺が、あれじゃん、噛んでチーズをビューッとする。え、そう、はい、あれみんなそうするじゃん、はい、やってみて、これ前にさ、なんだこれ、全然伸びねえやっけ、これ伸びないじゃん。やってみよう。おお、伸びる。なんで俺は伸びないの？いや、そんな大して伸びてないの。でもさ、うん、このぐらいでいいと思う、うん、まあ、これ以上伸ばなくてもいい、うん、ね、あ、これ美味しいですよ。美味しい。ケチャップとかないの？ケチャップあるんだよね、うん、じゃあちょっとお願いして、天の声さん、お願いします。ケチャップがないとね、うん、基本ね、向こうではケチャップと砂糖じゃんけよ。あ、確かにね、砂糖、シュガーパウダーかけて、
チャップを入れて、はい、はい、どうもー、はい、いる？いや、ちょっと、俺いるよ。なんで、お前だけがこっちかよ。いやいやいや、俺もこっちがついてるんだよ。いや、分かったよ、分かったよ、はい、だ食べたいなら同然だろ。はいはいはい、ありがとう、はい、うん、あ、うまさ倍。うん、もちもちでも美味しいね。ね、うん、でもさ、そこまでさ、3本入って、うん、そこまで高くないからね。そうなん、いくらこれ。なんか500円以下かな。おお。じゃあ、今日のネカネカバババババババこれちょっとまだね。いや、だってさ、だってなんでうち口でやろう。はい、じゃあ、今日のネカは、はい、あ、私からまた。先週俺からじゃなかったっけ。そしたら今日は俺から。そう、じゃあ何今日のニコネコの本日はこれです。何これ、これ何だと思いますか。なんかスピーカー。あ、なんで分かった。形がね、丸いからなんとなくね。ああ、もうこれ当てちゃダメ。いや、当ててもいいよ。これが今日本日紹介するのは、この Bluetooth 小型のスピーカーになります。これめっちゃちっちゃいよね。じゃあこの、うん、このスピーカーになります、うん、もう装着はですね、なんかアルミみたいな装着になって、うん、なっててですね、うん、ちょっと持ってて。あ、意外と重い。これでしょ、結構重たいね、びっくりした。あと、うん、重さも結構あるからね、うん、まあまあ音もいいよ、うん、あ、そういうことね。これちょっと意外と軽いと思って手に持ったら意外とこうなるパターンね、うん、そう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 、ちっちゃいけどね、うん、ちっちゃいけど割と結構、うん、いいんだよね。これ何これ。いや、これ押したらダメだよ。あ、ダメ、ごめんね、うん、これ押したらさ、壊れるよ。あ、そういうことね。いや、今日の なぜこういうこのスピーカーを持ってきたと思う、うん、なんで持ってきたの。お、今日はこれが、うん、コスパがすごくいい、うん、コスパ悪い、うん、音もすごくいい、うん、だから、うん、なんかぜひ、なんか音楽好きな方とかは1個ぐらいはね、買ってほしい。いや、もう自分こっちと関係ないんですけれどもね。いや、自分が紹介し、周りにちょっと広げたんですけれどもね。でもそもそも昔から知ってる方は知ってると思うよ。ああ、そういうことね。うん、なんかバッテリー持ちも長いし、充電式で、いや、今までね、Bluetoothスピーカーってなんか、うん、ブマーズのスピーカーも出てたんだよ。知ってる？あれね、Bluetooth、有名なね、ブマーズのね、ね、うん、でも、あれってそれ言っちゃダメなの、本当。分かんない、言ってもいいかな。分からん、うん、まあ、あれのね、BOSEのスピーカーを持ってたんですよ、うん、ずっとなんか BOSE のスピーカーを、Bluetooth スピーカーをなんか、うん、キャンプ行ったり、うん、いろんなところ、ピクニックとかね、デイキャンプとか行ったりとかするときはそれを使ってたけどね、これを買ったらね、最近これバカし使ってる。結構音量ってどこまで響くの？これね、うん、一回試しでちょっと流れ、うん、今電源入れるとこんな風になるんですよ、うん、それで音楽をちょっと流してみますね、うん、これ何やったっけ、これ音いいでしょ。音すごくいいでしょ。いや、音の前にさ、なんでこれなの、わざとなの、これ違う、たまたまさ、たまたま俺この前なんかちょっと出かけた、はい、出かけたっけでね、うん、ちょっと聞いたんだよ、うん、それで続き、ああ、そういうことね、続きで、うん、繋がったらただこっちに出るの、ああ、そういうことね。いや、音いいでしょ、渋い、あ、音はね、あ、いいよ、分かった、音いいでしょ、いいだからこれがね、うん、これが普通の中音ぐらい、どんぐらい音量的にはマックスじゃないよ、中音ぐらいだよ、一番大きくしろ、ああこのぐらいあるからね、これ山で
鳴らすと結構響きそうやね。響く響く。だからあのキャンプでもしあのソロキャンプ行ったりとかしたらね、うん、ソロキャンプ行ったら、ま、周り静かだし、うん、その時は本当に小さめの方がいいよ、うん、ケースが入ってるからね、うん、このケースに入れて、うん、ちゃんとケースの中、あ、本当だ、ここ穴が開いてるから、ね、ケースに入れて、うん、こうジップを閉めてね、うん、どこでもなんかかけることができる、うん、あ、そうね、あ、そういうことね、うん、はいはい、これはコスパがすごく、確かに1500円だったらね。あと今もこのケース、アウトドアで見るとこのケースとかなんかちょっとダサいじゃん、うん、まあまあ付属品ではおまけでくれるけどさ、うん、いろんなネットで検索したらこれ用のいろんなかっこいいおしゃれなケースがいっぱいある、うん、そういうことね。そのケースの方がこの本体より高い、ああそういうこと、ね、それがちゃんで、はい、今日の自分の猫、はい、猫の猫じゃん、猫じ、猫やもん、お前だから、ね、おお、俺のものは、はい、こう EWE スピーカーを紹介します。はい、はい、はい、次は何、次の私の紹介するアイテムはこちらです。パパパパパ、はい、いや、口、いや、口でやるのやめろって。あ、いやいやいや、先にやったからさ、もう釣られちゃうよ。じゃあ、はい、文字上は何、おう、はい、私の、あの今回の、紹介するアイテムはこちらのデニムハットです。はい、多分知ってる方だったら、まあ、なんとなく見かけたことはあると思うんですけれども、結構、はい、インスタとか 見るときね、うんうん、見たことあるし、なんかあの、うん、テレビ番組でも見たことあるね、うん、まあ、そうですね、これ US アーミーのデニムハット、なんか、まあ、別名で言ったらデイジメイっていう、なんかこうデイジメイハットっていう感じでも呼ばれてるけど、あ、ちょっと待って、 US アーミーって、うん、多分ミリタリーでしょ、ミリタリー、ミリタリーで US アーミーがこれをかぶったって話、そうそうそう、まあ、採用されてるのがおそらく37年から41年っていうふうに言われていて、まあ、要はその当時の作業服、今日はそのデニムだったりとか、デニムってやっぱワークなので、そうそうそう、そういった作業服として使われてて、その中の一つです。最近なんかヴィンテージ市場でも人気も非常に高くね、まあそのね、なんかこうコアなファンが多いハットで、もうこれを復刻したいろんなブランドがですね、こういうのを復刻してて、結構こういった形自体は出回ってるようなのかな、感じかな、もう感じです。これは、うん、実物、これは実物、そう、これはめっちゃ綺麗じゃん。これそう、デッドストックで買った。また、ね、たまたまあの福岡のヴィンテージの名店みたいにこれが置かれていて、もうとんでもない、なんていうのかな、ハットでこの値段なのっていうぐらい価格だったの。なんでそれがピンと入ってなんかそれを買っちゃったの？いや、これデッドストックでその時までは見たことなくて、あんま。最近ちょっとちょこちょこ見られて、なんかどっかで見たことあるけど、まあ、とりあえずデッドで高校のコンディションで、あとね、これサイズがちっちゃいのが多い中で、自分がかぶれるもののサイズ、はい、っていうのがあって、いろんなコンディションがやっぱこうなんか条件が重なって、もうこれだっていう風になって、ちょっとね思い切っちゃった。これ今は手間やってないの？今はね、ちょこちょこ、まあその出されてるショップもあるっちゃあるけど、そんなに出回ってるものじゃない。だから貴重なものだから、これをちょっと形にして、みんなのなんかデニムで有名なメーカーとかが復刻を出したりとかしてます。復刻出してるも、はい、ものも結構そこそこする。まあ大体そうやね、まあいいところが出すと、まあ、7-8000円ぐらいはするね。これってまた高いでしょ。これはね、高い。本当？あ、高い。いくら？いや、これ多分買ったのか、まあリブロコミテルしたか、はい、6万やけど、俺が持ってる、まあいろいろヴィンテージで、まあキャップとか好きでいろいろ持ってるけど、これがまあ一番。確かになんか帽子好きだよね。帽子好きめちゃくちゃ持ってますけど、でもまあ本当好きな人よりかは持ってないかもけど、普通の人よりは結構持っていて、その中ではこれはちょっとね、特別な存在です。はい、へー、ちょうどあれがすごくいいね。状態めちゃくちゃいいでしょ。デッドストックで買って、もう被りはそんなしてなくても、でもね、まあまあちょこちょこ被ってはいるけど、やっぱり大事に被ってます。大事に被らなくてもいいじゃん。
ヴィンテージ、どうせヴィンテージになるから。ヴィンテージになるかって言ってもやっぱりね、なんかこの状態で残したいっていうね。無理でしょ、それは。まあまあ、無理っちゃ無理やけど、まあ、なるべくなんで真夏っていうよりかはあの春だったりとか秋だったりとか冬だったりとかちょっと汗はあんまかかない時期。あ、それだったらさ、あの、うん、これって、うん、あのボロいのもあるの？ボロいのもあったりとかする。ボロいのでも一応3万くらいするかな。はあ、そしたらなんかボロいの方がいいじゃない、うん、いや、あ、そうやね。味が出るじゃん。そう、日本買いっていうことね、結局。これ1本ベッドで持っておいて、これは大事なところにちょっとずつなんかこの状態をキープしたまま、本当になんかこの M37 を履き被りたい時にはまた、あの俺コレクターじゃないから別にこれは被らないっていう選択はないけど、でも、うん、2個持ってたらさ、うん、1個はずっと持ってたらさ、うん、お前死んだら どうなるの？あ、まあまあそこはまあなんか次の人がこれを言って、あー、大変スタッフだーのことになるの。そこまではならないけど、多分あ状態めっちゃいいよーっていう感じになるかもね。ああ喜ぶよね。そう、次の世代がちょっと手に入った、まあ、でも私はコレクターじゃないから、まあ、そんな真剣にはまあ保管はしないけど。あ、でもめっちゃ綺麗ね。めっちゃ綺麗。あとこれね、ちっちゃいやつが多くて、これね、なんか皆さんなんか買うときに、もしですねヴィンテージショップ回ったときにあった場合は、まあ、ネットでやっぱこうあんま勧めしないのは、これはですねサイズがやっぱ時代が30年代であの作られてるものなので、なんか表記よりねあの大きかったりちっちゃかったりするんじゃね。なのでなんか必ず被って、これ7、俺基本ニューエラとかだったら7の3分の8とか結構58、9とかね、そういったサイズ感やけど、このね7と4分の1で買えるか、大体57やけど普通にもうこんな感じで何だかぶれる。え、はい、そしたらさ、あのネットで売られてるものをネットで買うよとしたらさ、うんうん、他の方たちがね、かぶ、うん、ることできないじゃん。あ、やけん、あのもし可能だったらここの頭周りの実寸をある程度測ってもらって、それでちょっと買った方がいいな。そしたらあの、はい、タグと実際あれが、うん、合ってないって話、あのヴィンテージものの場合ね、合わないような印象がある。普段だったら7の4分の1、この57かな、このサイズ感って私ちょっとちっちゃいんだね、きつかったりとかするけど、ちょうどいいサイズ感で、すごい。これがさ、何がいいかって言ったら、この生地感、まず触ってみて。これね、語ると長くなるけど、このカラッとしたこのアメリカらしいこの生地感、伝わる？伝わらん？これね、この生地感、触った時のザラザラッとしたこの生地感、伝わらんね。俺の指でこう触って分かったらね、その時代、年代のそういうのが分かったらね、そうそう、俺、これで字を読むよ。まあまあ、そうやね。でもまあなんかカラッとしたね、乾燥したなんかこうアメリカの大地を感じるような生地感になってる。アメリカのだから、そう言えば、そう言うと、うん、言っちゃうと、うん、まあそう感じる。わかんないな。でもなんかね、これをなんか最近のブランドがいろんなブランドが表現してたりとかするけど、これが全く同じものができないっていう、あの仕様は一緒だったりとかするよ、うん、まあこの縫製の雰囲気とか全体的な雰囲気は寄せれるけど、結局なぜみんなヴィンテージが好きかって言ったら、コットンって私は植物や、うん、で私は米と一緒だと思ってるんですよね。だけどその時代時代によってコットンの出来も当然違うわけや。収穫したコットンの出来がいい年もあれば悪い年もあれば、で30年代 あの時代ってさ、今よりなんか世界の平均気温がちょっと低かった時代や、うん、今温暖化によって 0.78 だったかな、なんかこう上がってきてるんやから、そこまでなんか勉強しなきゃいけない。いや、そこまで勉強しなきゃいけないけど、やけあの環境が違うから、その当然この味はもう健康ではもう出しにくい、このね漂うこの雰囲気、それはお前の考えだろ。いや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 、こうパッと見た時にこのなんか面がすごくないこれ。あ、でもです、はい、でもね、パッと見たら、はい、あったらもうかぶりたいなぐらい、はい、俺はね、はい、あったらかぶりたいなって。でも、はい、その値段払っては、はいはい、これ一回かぶってみて。 あ、いいか、あ、ちょっといいね、うん、あ、いやいや、味がいい、味がいい、はい。これ一応なんかね、ここに書いてあるけど、1937年、だけ生産されたほぼ初期ぐらいの、
感じで、あの JN が7月かな、これ、うん、これ英語で言ったらなんて言うて7月の7日の、はい、とだから書いてあって、なんかもうサイズはこっちに書いてあるし、あとここにもですね、スタンプでこの特徴がここにもほら、ああ書いてあるんだ、はい、こんな感じで7の4分の1って書いてあるような感じです。あとね、ここが芯がないのがまず特徴で、こんな感じで折りたたんで、もう横とかでもう軽くこんな感じで折りたたんで、そんな感じでしてるし、あと天井はこんな感じで6パネルになっていて、あとはこう裏はね、なんかヘリンボンのコットン生地でこうやって補強されている。で、一番の 特徴としては、ここのデニム生地の端がね、こんな感じでこう出てるんだね。これ今めちゃめちゃ綺麗じゃん、こんな感じで。これが使い古していくと、これがなんかこうほつれていくんじゃん、こんな感じで。それがまた雰囲気がいいんだよ。もう洗濯したら、洗濯したりとか、これがここ結局さ、生地が切りっぱなしになってるわけやっけ、なんかこうやってほつれていくんじゃん。そしたらさ、そう、自己満足で、いやいや、こういうの見せてやっぱこうね、めちゃめちゃ、うん、こうかぶって友達会って、すごくいいだろ。いやいやいや、ご飯がご飯がご飯が食べられるよ。いや、いや、まあ、お酒が飲めるとかいいよね。はい、ね、はい、そこまでしないだろ。いや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 、でもなんかね、この時代って、あのやっぱり、あのなんでヴィンテージ好きかといったら、大量生産される前のっていうところもあったりとか、結局この使われてる使われてるこのステッチとかも結局綿。すごいね。だけ大量、あのまあヴィンテージの基準って結局大量生産に入った1960代とか言われるけど、結局その時代になるとやっぱ大量生産で、あのねミシンでガンガン入るためにはもう糸もある程度丈夫じゃないといけないから、結局価格のポリ糸とかが出てくるとか、そんな感じになるけど、この時代はね、綿やってステッチが切りやすいとかやけ、そういったのもあったりとか、やっぱね、時代背景を感じながら、ちょっとこう愛着が湧くような感じ。このアイテムの名前は何？の？USAMIの M37 デニムハット。はあ。もうそのそれで検索すれば出てくると。デイジメリハット。オッケー。はいはい。復刻品だったらさっき言ってた、新品で言うと7000から8000とかして。あ、でも一番よくないです。ダブルアレルとかだったら、たまにはね、育てるけど、ブラックネイルとかも。とかいろいろこだわりあるけど、まあ最近ではね、なんかその辺で高いと、まあ基本的には5000から安いブランドとかだったら3000とか。オッケー。でもオリジナルでした。アジアで。ああ、なんかヴィンテージの話するとめっちゃ長いよ。いやいやいや、ちょっといいところで来てください。ああ、よかった。はい。じゃあ、あとこれもね、ほつれていくんじゃん。こう、わかる？こう、これもほつれていくんですよ。これ、ハサミで切ったらどうなる？いや、ダメだよ。本当？ダメだよ。こう、ヴィンテージを語る上で、タグアイとなしはどんだけ差があると思う？本当？じゃあ本日のリコ、ネコいかがだったでしょうか。え、何続くと、あ、分かった、はい、もしですね、今日の動画が良かったなと思う方はぜひグッドボタン、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。それではまた会える日まで、さよなら。バイバーイ。バイバーイ。